あ、どうも皆さん、こんばんは。わしはワンピースでおなじみ海軍大将キザルだよ。今死ぬよ。長いな、長いな。あ、今回はASMR ということで、今日は一体何をするんで、戦国さん。戦国さんじゃない。戦国さん。戦国さん。2回否定したのに。違います、違います。今日はですね、韓国料理、生きたタコの踊り食い、サンナッチを食べていただこうかな。サンナッチ、はい、おお、これかい。はい、そちらのタコを、生きたタコを踊り食いしてもらおうかなと。まさかこんなところで出会えるとはね。2億4900万ベリー魔術師バジル・ホーキンス。ホーキンスじゃないですよ。ホーキンスだろ、これ。2億4000万もないです。違うのかい。あるわけないでしょ。こいつ2億4000万かかってないのか。こんなちっこいタコあるわけないでしょ。違うのかい。違うって、はい、一回言えば分かるから。わし分かるから。韓国料理のこの生きたタコの踊り食いの料理を、はい、今回わしがうまく食べていけばいいってことだね、はい、まあちょっと死んじゃう。もう虫の息。まあさ、急いで。そうですね。わしが、じゃあ急いでわしが ASMR しましょう、戦国さん。終わった人。さ、今回はそのもう目に見えて命をいただくわけだから、ね、ちゃんと手を合わせてから。お願いします。じゃあ両手を、みんな両手を合わすんだよ。はい、せーの。今死にます。いいわけないです。いいわけないのかい。ちゃんとやってください。ああ、そうか。いただきますわ。いただきます。あ、ちょっと、じゃあもう逃げられないよ。よっぽど疲れが溜まってたんだね、ロロノアゾロ。落語みたいに今ファサッと決め台詞の前に。やばいやばいやばい。でもうわぁ、え、これどうやって食べればいいの。みんなどうやって食べてんの。うまっ、できてるよ。おぉ、口の中でもものすごい生命力だね。わぁ、すごいですね。信じられないね。腕一本になったってまだ口の中で動いてくる。生命力だけなら全盛期の白ひげに匹敵する。しないですよ。全盛期の。しないですよ。しないのかい。おぉ、どん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 。おぉ、逃げるね。わしが逃げ、わしから逃げられると思いなさんな。あー、反撃。あー、うわー、やめろ。やめろ。おじきが足止めされてるところなんて初めて見たぜ。く、軽い気持ちでこの ASMR を撮り始めたんだけどね。冥王レイリー、冥王レイリー、海賊の罪は消えんでしょう。ましてやロジャー海賊団。いないでしょ、ロジャー海賊団。え、こいつロジャー海賊団いなかったかい。タコいないです。あ、タコいないのかい。シンプルタコいないでしょ。あ、そうなのかい。いや、でも結構美味しいね。あ、美味しいですね。やっぱ新鮮さが、まあ、ちょっと今回はし、このソースみたいなものを普通に刺身醤油でやってるんだけども、どこでゲップしてるんですか。ゲップが発生する食材じゃないですか。こいつは人気がいいのは分かったけど、こいつらはどうなんだい。うん、こいつらの方が食べやすいかもしれないね。あ、で、そうそう、ソースがわし今回刺身醤油なんだけども、コチュジャンが入ったようなソースをつけ、本当はつけて食べるらしいよ。だからみんながうちでサンナッチを作るときはそれをやるといいね。こいつはもうとっくに元気がないから。うわー、元気があるじゃないの。うわー、たたたたたた、ベンベックマン。どこにどう銃見えてるんですか。ベンベックマン、いや、ここに持ってよ、ここに。この吸盤に持ってる。おろおろおろ。ゲップ多いな。あ、逃げてね。終わった、ベンベックマン。どんどん逃げるよ。は
はい、捕まえた。もう知らないかもしれない。残りは、残りはさ、たこ焼きとかにしない。普通にサンラッチです。今日はもう生じゃなくていいな。飽きちゃってるじゃないですか。ごめんな。ごめんな。かわいそうになってきたから早く料理にしてあげよう。そうですね。あ、今日の動画は以上です。チャンネル登録いわしります。高評価、切り抜き動画の作成も、あー、もうちょっと出るべくか。キレ悪い。思いつかなかったね。全然出てきてない、うん、また次回の動画でお会いしましょう。ちゃんと感謝を。あんだ君は終わった人、僕の親愛なる友人。あんだ君は終わった人、みんなの信頼なる仲間。あんだ